ナイスパンク。はい、と思います。先行梅毒、後方マクスタ DJ 三つ明き、プレインダー B。いや、さっきの試合見てたぜ。女の子でもヒーローになれる。俺見た目の通りこんなんでも俺もしっかりヒーローになりてえ。関係ねえ、性別とかそのもんどうでもいい。この場じゃ対等。あんたの回答も俺の心にしっかり響く回答を見せてくれや。男女肌の色、住んでるところ本当は関係ないはず。どの音乗っかる、誰が一番心を仕留める。時代に合った雰囲気を察知できてる。危ないもんいっぱいある。政治コロナ注射どうしてる、どうしてる。ちゃんと予防接種昨日受けてここに立ってるぜ。左肩がまだ痛え、でもマイクはしっかり握って離さねえ。わかるか、確かにいろいろあるよ。世の中コロナが暗い話ばっかりだ。雨も降ってるしな、でもここにいるみんな最高だろうがよ。俺を待ってる塩野義、国内生産ワクチンだったら考える。いろいろある裁判とか繋がってる奴らじゃないとわからない。外国製のもの、外国に文句言えるのか。この国で生きて頭おかしくなってる奴はそんなこと。そうか、外国に文句言うわけねえだろ。俺らやってるヒップホップ、こいつのルーツ文化、アメリカから来た音楽だって。いちいち関係ねえ。さっきも言った性別と一緒、グローバルだろ。こういうやり方、フロア上がるような言葉を吐かなきゃ意味ねえじゃん。分かってる、あげること、さっきまでのバースとは違う。一瞬で変わっちまう空気、それができるのがマイク。誰でも持てる、だからこそ違いが出る。違い分かるやつ首振らせる。拍手はいらねえ、手が上がったり、うっ出る声が素直にいい。終了。さあ、ナイスバトル、お互いの色といいバトルでした。さあ、お客さんに問いたいと思います。先行梅毒がやばと思ったやつ、後攻マックスさんがやばと思ったやつ、勝者マックスさん。ナイスパネル。じゃあ梅毒。